も耳があることによって人権に配慮しなくてもいい猫マンおかゆです。どうも。本日は急遽謝罪会見を開くことになりました、大空すばるです。毛も耳の魅力というのは人それぞれですよね。逆切れではないです。黒背景に赤字で大空すばる逆切れみたいな切り抜きを作るのはやめてください。毛も耳の良さをご理解でない。ちょっとあの可愛いものと可愛いものを足したら可愛いって決まっとるやろ。だからスバルが、おかゆ今嬉しいでしょって言ったところで、いやでもそれあなたの考えですよねって言われたの。つけたい？あ、でもつけると人権なくなるのか。いや、で、あ、う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 、つけまーつけまーす。勝手にあの盛り上がってる猫耳スバルっていうタグはまあ大変感服でございますわ。あれは、ズブドルド教が勝手にやってる。テーマが萌えということで、私が紹介する作品は猫パラのショコラとバニラです。癒し要素の高い猫と可愛い女の子を組み合わせたアニメになっていて、2人以外にも可愛いキャラがたくさんいてマジ萌えます。猫パラアニメ可愛い。あのさ、可愛いんだけどさ、スバルさ、毛も耳、ちょっと待って、あのマジで言葉選ばせて、あの毛も耳、その毛も耳の良さを、毛も耳みんな的にどういうさらに良さを知りたいから、ちょっと良さを具体的に教えてもらえる？いや可愛いと思うよ。いやでもなんかそのなんかよりね深い知見を得るためにちょっとみんな教えてよコメント欄で。ちょっと待って、めっちゃ怖いコメント見つけた。人間じゃない、かっこ人権に配慮しなくていいのがいいんだ。ねえ怖い人いる、めっちゃ怖い人いる、めっちゃ怖い人いるんだけど。なんかやっぱさ、可愛い女の子っていうのは分かるんだけど、プラスで耳あった方がお得ってか、ちょっと待って、男はやばい、ちょっと待って、あのまああのそうっすね、あのだからそのやっぱりそのちょっとあのあちょっとやばい、この話題のあったなタイミングで呼んできてるんですか。ちょっと待ってごめん、いやちょっと違うこれは今日ですね、スバルにご教授いただけるのはこちらの方、毛も耳代表猫松岡さんです。はい、毛も耳があることによって人権に配慮しなくてもいい猫マンおかゆです。どうも。違うじゃん。皆さん、本日は急遽謝罪会見を開くことになりました、大空すばるです。よろしくお願いします。それではまず毛も耳について今週は謝らなければならないなと思っております。なんで謝らなきゃいけないなと思ったかっていうとですね、シンプルにこの間の萌えの放送でですね、放送後に自分でねエゴサをしていたわけなんですけれども、とあるツイートを見かけてしまって、こちらですね、スバウ、本当にやっちゃったなってこれ見て思って怒らせちゃったのかなと思って、これ本当にあーってなりまして、でスバルはもうフブちゃんに育てられたまであるから、でもさー、ちょっと待って、でも良くないですよね、でもさーは良くないですよね、心より反省しております。ちょっとここでね、皆さんからの質疑応答に答えていきたいんですけれども、毛も耳の魅力は分かりましたか？やはり毛も耳の魅力というのは人それぞれですよね。己で持ってたらいいんですよ、そんな燃えるポイントなんていうのは人に聞くことじゃないでしょう。すいません、大変それじゃ、逆切れではないです、逆切れではないです、違います、やめてください。黒背景に赤字で大空すばる逆切れみたいな切り抜きを作るのやめてください。謝罪会見って難しいね。スバルは誠心誠意表してるだけですので、じゃあ逆に言いますけど、なんて答えたらいいんですか？教えてくれよスバルに、教えてくれだっていいじゃないか、その良さを。なんかそろそろ通話が来そうな、もしもし、あ、どうも、大空すばるさんですか？こちら大空すばるの謝罪会見なんですけれども、お名前は？あ、私は白神ふぶきと言うんですけどもようこそお世話になっております。あ、大変お世話になっております。ちょっと聞くところによると、はい、毛も耳の良さをご理解でない。がまだ深い知見を得ていないというところですね。あ、なるほどなるほど。なのでち
とねコメント欄で終わりですっていうのやめてもらっていいですか。スバルの方からも何点か質問があるんですけれども。あ、はいはいはい。このスラウってツイートした時の気持ちについて教えていただいてもよろしいですか。あー、そうですね、この瞬間はですね、はい、もうこれまでの4年間は何だったのかこれまでのスバルとの出会いは何だったのかちょっと待ってよ、ふぶちゃん、そんなんで揺らがないでしょ。スバルとふぶちゃんの歩んだよね、可愛いと思ってるんですよ。スバルはふぶちゃんのこと本当にもうデビューした時からもう声も可愛いし、屋号も言ってましたけど見た目もね可愛い、お耳も可愛い、うん、ただじゃあ耳がなくてもふぶちゃんは可愛いでしょそういうことなんですよこの毛も耳はアイデンティティなんだよ。あ、すいません、確かにそれはそうそれはそう、それはそう、なくても耳じゃねえ、あっての違いになったよ。このね愚かなねスバルにね獣耳の良さをねちょっと教えてどういうところにその熱いソウルを感じるのか教えてもらっていいですか。動物好きですよね。動物好きですね。最近こう好きな可愛い動物とかいるかい。可愛い動物、猫とか。わ、猫可愛いね。うん、可愛いっす。うん、ね、ウサギとかも可愛いね。キツネも可愛いと思います。キツネもね、犬も可愛いその可愛いとさ、女の子の可愛い、男の子のかっこいいとかあるじゃん。はい。可愛いものと可愛いものを足したら可愛いって決まっとるやろか。だってそんなさ世界の常識みたいに語られてもだって分かんないじゃん。プラスとプラスを掛け合わせてマイナスになることってあるじゃんよく。いや、ないない、可愛いものに可愛いもの足したら可愛いやろかパワープレイ。かっこいいものと可愛いものでもなんかかっこ可愛いみたいになるやん。なるほどね。え、ならないんですか。ちょっと際立っていいっていうのはどういうところなの。それはですね、人ってね、うん、はいはい、まあ顔にさ感情が出るって言うじゃんかはい、はい、恥ずかしかったらさちょっと目をそらしたりとかちょっとうつむいたりとかさ、はい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 、嬉しかったらちょっと口元がさニコって口角が上がったりするじゃないですか。でもですね、毛も耳をつけることによってそれが耳と尻尾とかに現れるんですよ、はい、あー、その感情が筒抜けになる理論。そうそうそう、あー、なるほどね。表情がね表に出ない人、感情が、はい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 、なんだけども毛も耳をつけることによって、例えば猫耳だったら恥ずかしくなさそうな感じでもちょっとお耳がへにゃってなってたりね、別に嬉しくないんだけどって言いつつも尻尾は揺れてたりとか。なるほど。まあ犬とかだったらね猫だったらそれあなたの考えですよねになっちゃうけど、犬とか犬だったらねそりゃ分かりやすいですからね。そうそう、てか身近におるやんけ。猫だったらおかゆとかスバちゃんといるときだいたい尻尾ピンやん。いや、ピンだけど、でもおかゆはさ、分かんないじゃん、うんうん、猫ってこう不思議な生き物だから。だからスバルが、え、おかゆ今嬉しいでしょって言ったところで、いやでもそれあなたの考えですよねって言われたらもう終わりだからさ。いやでももう動物ってね、もう感情がもう決まってるんで、そんなね複雑なものは出ないんですよ、尻尾に。あー、確かにもうね、もう素直なんですよ、素直。なるほどね、そういう感情が筒抜けて見えて、で、特にあんまり感情を表に出せないキャラクターにそういうのが、だからジェイドみたいなことそう、ジェイドですかねやばいかな、これ怒られちゃう。いやー、ジェイドも多分猫耳ぐらいつけてたはず、確か、うん、つけてたはず。それ妄想じゃないですか、大丈夫ですか。あー、ちょっと妄想だったかもしれないけども、妄想、幻覚を強めの。可愛いものに可愛いものつけたくなりや、なんかよくわかんないさ、そのぶきらぼうなおじさんに猫耳つけたら可愛いやん。あ、じゃあヤゴとかに猫耳つけても、ヤゴに猫耳多分つけても可愛いかもしれない。需要はあります。需要がある、ヤゴに猫耳が。カバーを支える大黒柱がそんな可愛いものつけちゃったらなんかちょっと、あ、和むなってなるの。いや、おかしいなってなる。なんだそうじゃん、なんじゃタウンってご存知ですか。あ、なんじゃタウン知ってる。知ってる。なんじゃタウンってよくねアニメのキャラクターとコラボしてるんですけども、はい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 、全部猫耳なんですよもう分かっちゃってるじゃん、なんじゃ側がにゃんじゃタウンだから、そう、なんじゃタウンとコラボしたところは絶対みんな毛耳つけてるんですよ。え、もう強制猫耳なの。もうほぼ強制猫耳ですねなんじゃタウンって毛も耳推しだったんだ。そうそうそう、マスコットキャラクターが
にゃんこだからね。あーなるほど、そういうことか。その数々のアニメ作品とコラボしてますけども、もう 100% ケモ耳ですね。ふぶちゃんはそこでなんじゃタウンええやんってなったところ。そうだね、好きな作品があって、でなんじゃタウンとコラボってなった時に、はい、グッズの写真出た瞬間あーってなってました。かわいいじゃねえかこの美女みたいな、うわもう顔よし名もよかもよしみたいな。なんじゃたんのケモン見れなくなっちゃったな。ふぶちゃんケモン耳ついてないキャラが好きだったんだけども、はいはいはい、なんじゃたんとコラボしたことによりもうかわいいにかわいいを知ってしまったっていう。なんじゃたんお前そんな罪深い存在やったんか、人を変えてしまっとるぞなんじゃたん。いやー歪まされましたね完全に。歪むって言うな歪むって。私もね、スバちゃんの頃がありましたよ、もちろん。なんかどっちでも良くないって思ったんですけども、やっぱね、一度知ってしまうと、やめられねえっていう。あ、もう全部につけたくなっちゃうんだ。そうついてないキャラクター見ても、ついたらどんなになるのかなとか、そういう、なんかスバル、二次創作ってどういうところから始まるんだろうって思ったんだけど、こういうところから始まるんだなって今思っちゃった。あ、そうこういうところから始まっていくんですよ。つけてみたいっていうね、そのところからね。つけてみたい、試してみたいで合体させたところあー、よいみたいな。完全に言ってることあれだけどな、なんかあの人体実験してる人だけどな。あー、これとこれをつけたらすごいものが出来上がるぞ。いやー、ちょっとそれはね、あの鋼の錬金術師の失敗例があるって。可愛い女の子と可愛いワンちゃんを合体させたらどうなるだろう、出来上がったものがこちらですっていうのがあるので。そんな怖いの。ほらもうだけど、ね、やっぱさ、プラスだけじゃないじゃん。ふぶちゃん、いやあれはねちょっと罪深すぎるので、もっとね可愛くね、こう猫耳のカチューシャとかね、そういうのをつけてもらってね。あー、確かにね。最後にね、熱く語っていただいたところで、最後にね、キツネ以外でね、一番好きなね、ケモ耳とね、理由をね、教えてほしいね。やっぱ一番はキツネだと思うけど。まあ一番は、まあ、キツネなんですけども、はい、やはり、なんだかんだね、王道の猫耳がものすごくいいですし、猫はなんといったって、またたびでゴロゴロニャンニャンするので、例えばスバウに猫耳がついたとて、そんなこと言われても、ね、放送終わった後に、猫耳をかがしゃ一発よ。猫耳をかがす？ふぶちゃん！猫耳かがすって何？猫耳ってかがされるの？ふぶちゃん！ということでね、ふぶちゃんでした。すごいバトルだったぜ。でもスバル、なんだかまた一つ大人になれた気がするな。私からも聞きたいことあるんだけどさ。何ですか？最近のケモ耳事件何？気がついたらこんなことに。こんなつけたい？いや、でもつけると人権なくなるのか。いや、でも、つけまーす！つけまーす！ということで、ダッシュで逃げられましたけども、ちょっともう一回話しかけよう。どうなんですか？すごい呪われてる。ケモ耳の話した瞬間ウィトルトークが通話から落ちるとかいう、めっちゃ怖いんだけど。つけちゃダメなのかもしれん。ダメなのかな、やっぱり。ウィトルトークはつけたいの？ウィトルトークは、私の名前は別にウィトルトークというわけではないが。いや、どっちでも。いや、スバルの気分次第よ、これはもう。まあ、つけたら可愛いだろうけど、フォロ的にね、シュバがね、人間というのをだいぶアイデンティティなので、そのままでもベリーキュートっていうか。そうなんだよ。なのにさ、最近アヒルのマークを渡されたりするんだよ、ママ。あ、じゃあくちばしつけたら？耳じゃないけど、みんな愛してくれるかな。いや、なんでも喜んでくれるやろ。本当？舐めすぎでは。ダメか。去年実はね、一個耳を授かってるんですよね。ウィトルトークがくれたじゃん。ああ、うん、知ってる、あれ2年前なんだよ。そうなの？去年じゃないっけ？やばくない？もうあれ2年経ってんだよね。全く記憶が、あれ2年前か。そう、カチューシャあげたやつね。カチューシャもらいました。まあ、ああいう感じで遊びでつけれる耳なら全然いいかもしれんね。確かに、遊び耳ならいいかもしれん。ということで皆さん、まあ本人が考えてるレバレは実装があるかもしれないぐらいの気持ちで。ほな、あるかな、ないかなぐらいの狙いんで。やっぱそれがいいですよね、ウィトルトークさん。まあそう、ウィトルトークはそう思いますが、それとは別に勝手にあの盛り上がってる猫耳
耳すばるっていうタグはまあ大変感服でございますわ。あれはグブドルド教が勝手にやってる。耳がついたスバルがめっちゃ見れて、ちょっとこれはワンチャンなくはないなってね、ちょっと思いましたね。いや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 ないよないよないないない、ないのか。じゃあちょっと皆さん頑張ってスバルを説得してください。どういうことやね。ちょっとウィトルトーク最後にあれやってほしい。え、なになに。いつものあの、ああ、あるでしょ、いつもの。仕方がないな、もう。じゃあ準備はいいか。あお前たち最高だぜ。うおー、ということでね、救世主でした。皆さん感謝するように。イエーイ。ということで、最近人権ないがちと言われるので、とりあえず耳をつけるところから始めます。イエーイ。はい、ということでね、今日はもうスバルはもうこれで人権がないので、いじめないでください。はい、いや、スバルはですね、いつもコメントをつけてないんですよ。なんでかっていうと、まあ基本荒れてるからあんまつけてないんだけど。え、なんか服脱げた。え、なんで。え、なんか急に脱げたんだけど、怖いんだけど。人権なんで。これが人権なくすってこと、怖すぎやろ。